出来上がりをあのうどんって考えてるとちょっとへこむかもしれないんで、あのうどんにはならないかな、100点にはならないんですけど70点はできると思いますので70点が出た。そしたらですね、自分の手ちょっとこういう風に熊手みたいにしていただいて、なるべく手を汚さないようにですね、汚れちゃうんですよ、汚れちゃうんですけど、なるべく汚さない方がいいんですね、手をね、汚れるこんな感じ、どん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 一箇所に水ばかり固まるよりは粉っぽいところと水っぽいところのムラがない方がいいと思うかな。はい水少なく感じません、もっと水欲しく感じませんね、欲しいですよ。で皆さんよしとさせてもらいます。はいはいはい、ではですね、次の段階行きましょう。もうね、ここではでこの袋にですね、このうどんの生地をですね、これを入れてください。今から足で踏んできますから、この平たい正方形というか長方形のように踏んであげてください。結構こういう感じなんですね。これ平たくなりましたよね、平たくなったからこう巻きやすくなりますよね。次はこうして巻いてあげて、でこの時にちょっと破片が出てたら破片もこうやってちょっと入れてあげてください。よいしょ、でまた踏むっていう、これをね5回繰り返します。なので踏む方巻く方って分けていただいてもいいですし、じゃあ行きましょうか。裸足で踏んでるんだ踏みやすい？気持ちいい、気持ちいい、そうなんだ だんだん腰が生まれますからね、腰が強くなってくる。基本的にはこれ5回繰り返せばいいですね楽しい？そんなことない結構踏んだ？そんなことない、何周ぐらいしたかな、6回もこう肉まん生地作るようにこう真ん中に当たってこう分かるかな、こう綺麗にこう風呂敷包みでこう包み込んでくるように、要するにこういうね丸を作りたいんですよ、円形、こう、こういう感じで丸く、でこれを今度踏むんですけど、今度は適当に踏まない方がいい。こういう状態にしたら綺麗なこの丸をピザの形みたいにしてほしいんですよ。なのでこうやって回ったり、なんだって適当に踏んであるとまたガチャガチャガチャってなるんで、なるべくこの丸をまんま丸く踏めるといいですかね。じゃあ最後その1回だけ、最後の1回だけそうしましょうか。まずだからここで綺麗な丸結構硬いんですか？あ、そうです、ね、先生の見るとこれ硬いです難しい、近い、やっぱり硬いかも、グッ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 、こういう感じなんです、こういう感じになってますことある？ないです初めて、でもすごい綺麗、Thank you.
幅だけ揃えるように切っていただければいいですよ。基本的な幅が揃ってるイコール開く時間が均一になりますので、ちょっと残念なところからいくので、安全第一、人と第二ぐらいです。速さを最後に飲んで、お時間に迫るんです。いけ時間が同じぐらいの人とか聞いてくる、うまいから、そうなんですよ、僕らがラーメンの人でめっちゃ大人っぽい。